This program is the Nawak of Pachinko and Patches Low Variety. Main personality Yara Will. Moekath TV.皆さんおはようございます。おはようございます。やろでーす。すごかったよ昨日帰り。本当ですか。ビニール傘が一瞬にしておしゃがりになった。まあ今日はちょっと暴風雨の中。でも行くわ。ベガ筑前さんにお邪魔します。ベガ。いや久々ですねベガ筑前。ジュスロの店や。そうですねジュスロの店です。何を打ちましょうか。麻雀2。麻雀2まだありましたっけ。まだある。この前なかった。まだある。まだある。麻雀2行きます。本当に。やっぱ3より2の方が面白いな。まあまあまあそれはね、まあ、吸い込みもきついですけど、まあ薄く伸ばすよりはまだあった方がいいですね。そう確かに。イケイケ感はちょっと味わいたいです、ね。通常時の靴は短い方がいい。うんエヴァさ大好きじゃん。エヴァ好きがゆえに打たないよ ね, ねあれなんだろうね。エヴァ好きだからあのエヴァは打ちたくないみたいなあるよね。なんやろあれ。まあエヴァも叱ることながら、今度まあ多分大型の寝台で買いとしては、北斗が来るじゃないですか。なんだっけトモか。あの強敵って書いてトモか。まあトモで言うとあのホバートに、はい豊さんっていう、はい、ホモゲイの人がいる。あ、ゲイか。ホモじゃない、ゲイの方が、うん、あんまり酔っ払ってこない時はそういう博学な方で話を聞いて面白いですけど、ね、酔っ払ってくるとセックステンションなんですよ、めちゃくちゃで、はい、いつも、はい、トモアナルしようよって言われる。あ、トモって言われるんですよ。北斗の拳トモアナルしようよサブタイトルヤローさんの本名がトモだからトモで、まあ北斗の、F が今回ある店舗です。 F とあ、F あるの、うん、あれがあります。編成が両方ありますんで F 入ってすぐぐらいに一緒にうち行きましたよね。うん、多分行った。あれ以外多分売ってないもんね。まともにはね。うん、皆さんが天井まで行った、うん、まあ俺北斗そういう思い出しかないからね。俺はっていうかその時もナヨさんから金もらって言ってたんだけど、もうナヨさんの財布がバーストしそうだったから俺はあの観客椅子で向いてる横で見てたんす。そんなあったっけな覚えてないわ。まあ訂正は一度動画でも出したことはあるんで。そうっすね。上皿うんこ事件するじゃない。はい、そうっすね。下皿うんこ事件、下皿しょんべんでしょ。トモを打つ前にやっぱり予習と復習を兼ねて、まあちょっと久々 F 打ちたいなっていうのは僕の一つのアイディア。まあ悪くないんじゃないその考え。麻雀の隣ってシティハンター。シティハンターでしょ。あのガンダム。そうでしょ。ガンダムもう二度と打ちたくないし、でシティハンターはあの音の著作権でゲワイが入りすぎて広告収入が取れなかったっすよね。あの回ゲワイはちょっと YouTube からも NG が出てるんで。さすが鉄也小室がなんかケンシロウとラオウのあのセリフで継続率を示唆してるとか、これでこうなった時にこのセリフだったら何倍以上。あれってバトルボーナスだっけ。グラいやあのザコが出てくるやつでしょ。ヤロウさんみたいなジャック。でまあ後でバージャン行ってもいいですし。あ、そうですね様子見て。まあ、ちょっとこれ、使ってほしいですけど、ブジェク TV、まあ、今まで、まあ、見てもらったら分かるんですけど、過去動画、全部有線です。マイクがね。マイクが全部有線だったんですよね。つながれてるん。今までね。トイレ行くときに1回1回外してね。そうそうそう。必ず野郎さんの近くにカメラマンがいないといけないっていう状況だったんですよね。だから、引きの映像が撮れなかったんですよね、今まで。音声込みの。そうね。で、今回からついに無線導入しました。4万いくらかしました。マジマジっすよ。
楽しみだな。トイレに心置きなく行ける。そうね。けどワイヤレスってことは僕がうんこしてる音も聞こえるってこと。そうそうそう、踏ん張ってる音とかも全部入ってくる。いくらもないっすね。さっきタバコ買っちゃったんで、まあ、10スロなんで、まあ、2万あれば戦えるかなっていう気はしてます。そうですね、まあ、2万でもやっぱ2000枚出さないといけないんで、逆に考えたら。そうですね、はい、全部突っ込んだとしたらでしょ。はい、突っ込まなければいいんで頑張ります。ありがとうございます。今日の軍資金は2万円からのスタート。からのスタートってなんて、からのスタートってなんて増える前提やんけ。からの。もうね、整理券すらないからです。いらっしゃいませ。おはようございます。挨拶の一発告知。ヘイヘイヘイ、北斗あった、北斗あった。違う、こっちか。誰か来てる。ひどい。誰か来たと思ったら AKB2 の RTC やった。店内が静かすぎてびっくりした。なんかタレントをブッキングされてるとか。お手行きましょう。 F ベル13枚って破格よね。これ北斗の拳友です。これが寝台の。中押しやね。中押しやね。まあ次のも中押しできるから。そういう意味ではまだ。迷惑引くまでが退屈やん。Bye.
おうまい。おうまい。あ、キャップ。あ、70か。70か。上出来。初回でこれはいいよ。ナイス一出生。さあ、ファーストのバトル。そうね。俺この曲ギターで練習したもん。あ、青。ガンサップ。いや、キックはね、一番怖いよ。伸びた。いや面白いね。ちょっと悪くない。悪くない。ちょっと軽量級率高いの行きたいね。行きたい。昇天させたい。ジャギステージだけ昼間っていうのがいいよね。うわ。指導音がなかった。マジマジ無音やった。無音やった。あ、ボタンを持ってほら、あ、多分同じやない。クラシックジャグラーや。何がボーナスかな。トキアメバや。お、アメーバビグ。いいよ。これがアメーバで外れるバグがあるから。シストラ生ぬるい。貴様は長くに行き過ぎた。シロ。あ、当たる当た
目で負ける。5セットやん。まあまあ5セット。まあまあでも。いや伸びた。だってこれ回数重ねて継続率高いの一個ゲームだから。そう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 。いや上乗せもしてるし。もうもうだって今1500ぐらいある多分。うん。全部戦える。初当たり終える。やる気なくす。あるよ。あ、緑。俺様がバカなさすがれ。さあここ超えたら新記録。おっ、うできたぞ。波に乗ってきたぞ。うわ、北斗揃いやん。
4月野郎の燃えかす43話で目が筑前店は閉店に追い込まれるのだった。かっこいい。シャオ。メドレー。ゴーショファーでもなんでも来いや。来いや来いや。ピエロ流したの初めてや、多分。ではビーズバージョンで聴いてください、ピエロ。ママいらねえ。ゲラウェイゲラウェイ、俺はやるを。いいなぁ、これは楽しい。さすがに無理かろう。いやー、超えてほしい。商店見たい。見たいね。ここまで来たら見たいね。あー、店長、店長。まとめなきゃ終わり。終わりか。あ、いきなりシャッターステージ行ったわけ。初当たりよりあと3年の方が欲しかった。俺やろ。これ18セット目からとかないよね。さすがにないやろ。あー、ゲラウェイ。商店がゲラウェイした。すごいね、商店国や。これは終わったわ。もういっかな。十分。でも終了後のステージはあるね。 あそう、高設定じゃない。じゃあ引きが強いんやろ。当たりはいいけどどうなんだろう。いや、子役の落ちは悪いってサムシが言ってた。高設定はもっと子役落ちるって。移動しやす。マージャン2が空いてる。では打っていきましょう。マージャン2、まあ、リベンジですよ。ああ、前回もね、はい、この店で、ああ、殴られたくなあれを2点前を飲ませる。今回もね、今回は北斗 F で飲ま出した5000枚を飲ませるよ。まあどうしてもね、打ちたくてね、やっぱり。595元。これっすよ、やっぱ2ですよ。
疑似恋愛薬なんていらない。
ヤルさんお疲れ様でした。どうぞ。虫が入ってる。めっちゃ虫入ってるやん。めっちゃ多い。じゃあ一応結果の方から、ホークと F と、はい、マージャン2、はい、打ちまして、はい、投資が7000円、はい、回収が、5400万円。おー、5000万円オーバー。ジュースローっていうか手貸しで大勝ちしたの初めてですね。見たよね今まで。まあちょび勝ちは1回ありましたけど、大勝ち。うっせぇ。素晴らしい展開でした。いやー素晴らしいですね。でもあの北斗設定良さそうな振りしてるけど、ああんまり良くない。噛み合っただけな気もするんよね。まあ覚えてない部分もあるやろうけど、うん、まあけどそのサンプルとして使うべきところではなあんまり高設定レーダーには引っかからなかったね。そうですね。まあまあでも出たんで、まあ出たけど6、うん、あれ6出たら6ですけど、ああまあまあでも本当に引きっていう要素も結構持ってて、今日は引きでしょ。やりましたね。やりました。今日はやってみましたね。せっかく買ったので久々に行きましょう。パッとしましょうか。パッとしましょう。なんか美味しいホルモン屋さんがあるっていうことで、まああのナビゲーターが、ナビゲーター視聴者が、うん、生中一つと生小一つとノンアルが2つ、はい、ホルモン単品とホルモン定食が一つ、はい、焼き飯単品で一つ、ちゃんぽん単品、はい、あと焼きうどん、はい、イワシフライ、はい、馬刺し、はい、チキン南蛮単品と砂ずり焼き、はい、今日刺身は何があるんですか。刺身盛り合わせはできますが、刺しとカンパチがありますね。じゃあとりあえず以上で大丈夫です。刺身は入れないですね、はいはい、気持ちいいか勝ち方、うん、出とる時間の方が長かったもん、うん、いや、遠藤楽しいんだよね。まあ、剣王ランドのあの25番欲しかったね。欲しかったね。あれ、行っとったらまんま行っとったわ。いや、それはないけど。商店も欲しかったね。欲しかったね。あれ、商店行っとったらまんま行っとったわ。いや、行ってはないけど。せいさんのここのお支払いがあるから。いや、じゃんけんやる。はぁ、あ、俺負けねえって。いや、何番食ったやん。いや、何番は別に。いいやろ、何番は。何番食ったらじゃんけんっておかしくない。いや、そうよ。え、俺今日負けてんだよ。いやいや、この前勝っとうけん。いや、この前は俺も勝っとうけん、この前。そうでしょ。やけん、じゃんけんしよう。いやいやいや、今日は今日や。てか、なんか YouTube でひたすら俺のこと叩くやつがいるんだけど。女のアイコンのやつが。内容くず、あれレスポンスできないんよ、あいつだけ。そうそう、できんね、俺クソ書いてあるわ。キレられてる。キレられてる。クソ、内容くずだな、みたいな。なんやろね、おごらん疑惑ね、うん、出してんのに。そうそうそう。いや、しかもあの映してないんだけど、昼飯全部内容さんが出してるから。そうそう、いつもね。なんか俺もあれ見よって、あまり気持ちよくないけん。やっぱ二人で、俺たち二人で一つやけん。そういう気持ち悪いじゃんって。そういう気持ち悪いエンディングも一回あったしも。俺が言ってなんか俺が気持ち悪いで終わってるから。じゃあとりあえず今日の分生産の儀式とくわ。じゃあとりあえず今日の、とりあえずじゃあ今日の今日貸した2万、今日の2万、はい、これここに入ってくる。3万。じゃあ3万で3万の返済。じゃあもう1万返しよ。4万返しよ。いやもう飯代払えんけよ。そう、絶対払えんけん。いくか。8500円。やるじゃん。お、やる、やろうか。じゃあいいとりあえず1万じゃあ返して。じゃあとりあえずこれで今日返済が4万。今日4万ね。ちょっと待って、ガチで当てにいくよ。ここお通しはなかったけん、こう毎回ミラクル起きるからね。1万500円。うわー、俺もそんぐらいと思ったよね。これ今日ガチよ、俺。結構根拠がある、当てずっぽじゃないよ。俺もでもそんぐらいだと思ったんよ。1万500円。じゃあ安くいこうか。9000円。中間ポイントが9750円。9700円。聞きますか。聞きましょうか。失礼します。おはようございます。はい、どちらですか。どの人、額言ってください。金額次第です。9250円です。
じゃあ1万勝ちます。この方です。そうですか。あーよかった、こんな初めて勝った。